なぞなぞ空に飛んでけー決闘だやだー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 やだメイヤさんお願いします。はい、今日はですね、1月に入って何回目か結構乗させていただいてるね、何でしたっけ、アルコールジャンジャン接種パーティーでしたっけ。お前から大学のインカレパーティーちゃうか。お前よろしくお願いします。いっぱい飲みます。お願いします。お願いします。タスクより大切なものがある。自分の命よりタスクが大事だと言うんですか。当たり前じゃないですか。早く直すんだ。うわ早く直せ。やばすぎ。早く直さないから、あいつが。あいつが早く直さないんだ。ポチポチポチッとポチポチー。あーナイスー。ナイスナイスって言ってるやつ怪しいだろ。人が死んでんだぞ。怪しいよ、ドシーさん。いや、僕ナイフって言ったんですよ。ナイフナイフって言ったのか。夏ぴょーん。しっかりと反応しないかな。メイヤさんのこと信じてたのに。メイヤさんの肩、捨ててたのに。はっはっ。捨ててた人、捨ててちゃいけない人のこと、捨てて、持ってまーす。捨てちゃいけない人のこと、捨てて、持ってます。てって入れてるでって。なぞなぞ。え、フォニーいるじゃん。いや、人多いの怖いな。なぜなぜフォニーフォニーがあら、フォニーです、どうも。京子さんが一人でせこせこタスクやってたから、あ、京子さんやって言って声かけたんで、そしたらね、急にあ、はい、スナッパイさんどうしましたかって急に声高鳴ったよね。はい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 。あ、これ電話口で声が変わるお母さんですよ。そうね、もしもし、倉持さんのお宅ですかって聞いたら、うん、はい、倉持ですけれども、お宅小さいお子さんいるでしょうって言ったら、はい、小さい娘がいますけどって言ったら、なんだ人妻かよって言って逃げようとしたら切られました。それはスナパイさんが悪いじゃないですか。あなたが悪いよ。スナパイさんが悪いじゃないですか。残念ながら残念。女からしたら悪だ。これは信じれます。信じれます。信用できる。悪いやつだ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここにいると撃たれますよ。よっちゃんあれもしかして。ん？真ん中にいると撃たれちゃうからね。撃たれた。ここで待機しましょう。一緒に。何？よっちゃん何？え、クルーだよ。あ、クルーなのか。うん、ラバーズ。違う違う、なんか欲しい。うん、欲しい。やだ、待って、この空に飛んでけーパチュー。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、壊れた。えぇー、なに、よっちゃん。聞こえる、聞こえる。いや、俺さ、仕様が、ごめん、仕様が分かってなくてさ、あの途中でキルボタンを押したらキルになっちゃうんだね、あれね。ごめんね、消し飛ばしたかったな。ねえ、夏ぴょん、消し飛ばしたい。消し飛ばしたい。やだやだやだ、言うとったな。やだ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 。今これ歌ってんだろうな。さよならだ。パキューン。まあ仕方ない。仕方ないよね。え、仕方ない。え、もしもし、もしもし、なんかありました。コックピット側だ。あ、ダメです。あー。仕方ない。仕方ない。あ、まずまずまず。俺だと思うなら俺に入れるがいいよ。メイヤさんがスラッガーだと思うって言ったのはなんでだったの？なんかアーカイブにメイヤさんが入ってった瞬間にスラッガーの音が真上らへんで鳴ったので。そんなそんなわけないやろ。え、いや、そんなわけあるのよ。それが実は、マジ実はそんなわけあるのよ。
あ、そうなんだ。なんならハリセンが扉を貫通してこっちまで来てたからちょっと当たりそうだったからね。ハリセンが危ねっ危ねっって。じゃあ俺だ。でもランちゃん協力しよう。はい、俺はハリセンしか持ってません。え、これインポスター来るどっちでも私は生き残ってればいいんですよね。はい、こっちにつこうかな。こっち側来る側つこう。分かった。多い方がいいじゃない。うん、人数の方がいいよ。勝てるよこっちの方が。確分かった。誰に入れますか。泣いちゃったじゃん。逆に味噌トランに入れるっていうのは。え、いや、それは良くない。別に独裁者なんで。じゃあ革命家いらんくね。え、確かにこれで味噌トランに勝たせるのもちょっと尺だよねっていう話でしょ。尺だよ。だったらハリセン、ハリセンよけよけ大会のか面白いよね。ハリセンよけてボタン押せたクルーが勝ちみたいなね。勝ちっていうゲームした方が面白いかもしれない。はい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 。いや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 。ハリセンは難しい。でもクルーとインポスターの戦いですから、アモンガスって。じゃあいらねえじゃん、革命家。いや、一旦ね。一旦。一旦ね。一旦ハリセンよけよけ大会開始。やだかわいそう、かわいそうすぎるよ。間に合うかな、間に合うかな。外してんだよ、お前は。あ、キュイーン出るよ。バキュー惜しい。あぶね、避けんのうますぎだろ、あいつ。気をつけろ、ここには怪物がいる。気をつけろ、お前も怪物の餌食にならないようにしろよ。どんな見た目ですか？え、なんか体は氷でまとわれてるらしい。わかりました、気をつけます。ありがとうございます。ああ、気をつけろ。食パンを連れてるらしいからな。はい。うわあれ、よっちゃん初めてって言ってたっけ？そう。アルジャン初めて？そう。じゃあちょっとこっちおいでよ。何？何？いくよ、見せてあげる、うん、このゲームの真骨頂、波動砲を見せてあげましょう。頑張ってー。えっ、キュイーン頑張れねバシューン。いいぞいいぞ、メヤー、どんどんやれー。一人撃破。ラバーズってこと？うん、全員一人いたんだったらラバーズあるかもしんない。うん、一人は。じゃあラバーズが今一番可能性があるってことでいいんですか？うわーえぇ、ー、あー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 こいつらこっち封じするんだ。なんでよふざけんなてめえら。こいつらやりやがったな。綺麗な日本向きだったな。いやマジで抜かれたわ。波動砲したかったよ。あら生き残れば勝ちだったのに。くそー、夏ぴょんが待ってる。はーい、はーい、あー逃がさない。暴れてるて大暴れしとるやん。やったー。何引いたの？なんか引いたっぽいな。やったって言ってたな。今夏目がおちんちんって言ってたな。お前今おちんちんって言ってたの、夏ぴょん。言ってないよ。何を聞こえたからな。聞こえたらそうなるんですか。俺は聞こえましたよ。いや、そしてよっちゃん、よっちゃん、空振り三振です。え、空振りした人いるんですか？この船では一旦あーあーあーっと、そうですよね、だから私はやってないですよ。いるで
イビゲもいるみたいですね。よっちゃん空振り三振してました。いえいえいえ、もうあのこの船では一旦待ってって言ったら待ってもらえる。学習していく話。まあまあまあでも空振りしたんだったらいいでしょう。そう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 、まあ、相方差し出してくれればね全然見逃しますよそれは。まあ確かに、ね、そうですね。あー違います。オッケーです。違います。僕違います。そんなそんなわけないじゃんみんな。なあよく考えろって。そんなわけない。俺シェリフだぞ。なあみんなもう入れてるな。だいぶな間に合うかこれ。シェリフです。間に合います。まだワンアウトだからね。ごめんねポンちゃん。ごめんね。いやちょなみんななんか頭にデッドボールで儲けておかしくなっちゃった。かわいそうに。おーおーおー、ちょっとびっくりした。どうしたの。本当に本当に許してください。本当野郎です。いいバージョン飛んでる。お前これは許せねえよ。もう3アウトだよこんな。お前違うんです。何あの相方を打ってしまいました。ちょっと相方を打っちゃったんです。ちなみに相方誰だ。ザマーミロ。ナスピョンです。はい、ポンズ野郎行けって言われたからよーしてたら相方ごとやっちゃいました。違う違う、あのちょっと待って。もし仮にこれ出たよ、波動砲飛んできてないじゃん。波動砲まで打ってたとしたらラバーズ勝っちゃうよ。ラバーズ渡してない可能性ある。ラバーズ渡してない可能性ある。私ねえだろ。ラバーズ頼む。この村ではお願いしたら一回無料で引き換え券くれるみたいな。ちょっとねえあったでしょ。ちょっとポンズてめえはやりすぎた。お願いします。殺しすぎたんだてめえは。違う、あの仲間を1キルしてるんだ。頼む。嘘だろそれも。本当だよ。嘘の世界線があるから。本当だって。信じねえばダメだ。俺スキップ入れてあげたのに。かわいそうに。あ、ラウンジレースだ。絶対これ。ラウンジレースだ。見に行こう見に行こう。これラウンジレースだ。絶対ラウンジで、絶対ラウンジ。スナパイさん今しちゃいたから違うでしょ。見てくるわ。あーっと、おっと、3人死ねましたね。大変ですね。トスチンさんはどっから行ったんですか。僕今あのミーティングルームでタスクやってて、下降りてきたら3死体でした。はい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 、はい、2択です。今スナパイさんは大丈夫です。コックピットに3人いて撃たれたタイミングで、メイヤ、瀬戸、朝日、スナップ。バブキはどこいたの。エレキで隠れてました。マンちゃんはエレキのどこ。はい、エレキのどこ隠れてたの。あの一番上のあの隠れれる場所です。マンちゃんどこいたの。まあ、シャワーからエレキでボタン押されるとき、うん、電気室のそのバブケが隠れてる近くにいた。あ、いや声聞こえてないですね。マンちゃんはね白っぽいわ。これあのシャワーにいたから最初に。確かにバブケはどっからエレキ入ったの。僕貨物からエレキ。じゃあお前が犯人。じゃあお前じゃねえか。なんでですか。なんでですか。犯人見つかって。アドミン見られてんだよ。アドミンずっと見てて貨物から電気入ったやついねえんだよ。バブちゃん。これラバーズ生きてます。あ、でもワンチャン。いや、あ、生きてますよ。これも両方インポスター落ちてるんで。じゃあスキップしてあげよう。え？え？マンサヤがラバーズです。投票したスナパイ投信怪しいぞ。怪しいですよこれ。え、僕普通にバブさんにも投票しましたよ。いや、だから怪しいんだって。何やってんだ俺。めちゃくちゃ怪しいな。いや、入れちゃったか。でも僕本当にラバーズじゃないですよ。ラバーズいるのかなこの中に。いや多分 いないんじゃない。いるとしたら俺じゃ ね, いないね。おめえじゃねえか。おいえおめえじゃねえ。いるとしたら俺じゃね。ナイスー。はい、こっちこっち。どうする、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 どうしようか。みんな。おい、ふざけんなよ。ちょちょちょ、まさか、まさか、まさかこんなことになるとは。パンケーキ。怖いね。怖いね。ダウンロードするわ。ダウンロードした。怖いよね。
なんかうるせえ音鳴らしてるやついんな。何？これあの。ガッタバセーメイヤ、ガッタバセ